どうもメリッサです。今回はですね、TS 三段の累計で獲得することができました斉藤和美選手を使ってリアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。さあ今回使っていく斉藤和美選手なんですが、もう闘志4冠にふさわしい素晴らしい能力をしてますよね。球威83、制球78、スタミナ83ってもう化け物級の能力でしょう。いやもっと高くていいけどな。正直リアタイ的にもね結構面白い性能してるんですが、正直、リアタイの環境ではあまり見ないですよね。一昨年のダルビッシュセレクションで能力が変わって出てきた斉藤選手なんですけども、ソフトバンク純正の方ですらローテーションを外したという声をねちらほらちょっと耳にしましたので、いやそんな弱いのかということをね今回僕の手で検証していきたいと思います。斉藤和美選手ダルビッシュセレクションで何が変わったかと言いますと、まあ結構知ってる人も多いかな。もともとの斉藤和美選手はですね、ストレートにスプリット、もうこの球種しかなかったんですよ、この4球種だけど、このダルビッシュセレクション一昨年のやつからですね、フォーク2種に変わってるんですよね。これは絶対ね、もうダルビッシュさんが平成のエースなんだから、もうみんなリアタイで使ってほしいという願いを込めて能力変更したと思うんですよ。もう絶対そうですね、はい確かに投手4冠のピッチャーがリアタイで使われないのはおかしいですよね。このフォークの変化量結構強いと思うんですよね。西フォークの中だったら変化量5と変化量2、この中途半端な2球種を使って、抑えられるんじゃないかなと思ってます。特殊能力の方は奪三振20までキレ対強打者ということで、下2つは結構強いですよね。キレと対強打者、まあ、対強打者強いのは言わずもがななんですけど、キレこれね、変化量の曲がり始めが遅くなる、これ西フォークに結構相性いいんじゃない。このキレを生かして配球していきたいと思います。さあ1試合目の方やっていきたいと思います。 OK 堂林選手いきなり全出しパワー88、いいね、幸先いいよ今日の試合。うん、幸先いいよ。いやー今日ねちょっとね声おかしくないですか。僕気づいた方いらっしゃいます？ちょっと頑張って声出してるんだけど、さっきね熱測ったら38度ぐらいあって夏風邪ひいちゃいましたね。いや皆さんも体調気をつけてください。いやあのね脳がやばい。この動画最後まで撮れるかな。まあねコロナとかインフルとかじゃなくて原因を分かってるんですよ。扇風機っすね。もう最近もう夏暑すぎない？日本に住んでて唯一ちょっとやめてほしいなって思うことが夏のジメジメなんだよね。もう扇風機とか冷房が好きすぎて、冷房をね、あ、じゃあ扇風機かけながら寝てたんですけど、いや、喉やられたわ。もう本当に頼むよ。喉命ですからね、喉命。もう煙突コーチと、喉は、もう命と同じぐらい、命より大事ですからね。え、ちょっと待って。え？あー、びっくりした。俺が強すぎて逃げ出しちゃったのかと思ったよ。で、6番中地選手。なんか、俺の知らない間にエグい4連発打ってない？まあおそらくウイルスというか菌が喉から侵入したんでしょうね。それで38度も熱出ちゃいました。いやまあ、一回別に家引きこもってるだけだし土日。さあここはね、4点以上取っちゃいけない。5点以上取っちゃいけない。コールドしちゃダメなんで、ちょっとテクイバッティング、もう動画の早々、開始早々見しちゃおうかな。もう喉やられても、テクイバッティングは健在ですよと。いうのをね、見していきたい。はい、ナイスバッティング。おいと。ちょっと今からグロい映像流れるんで、ちょっと見ちゃダメです。見ちゃダメ。ダメです、これ。あ、ツッツ。ツッツ、盗塁惜しい。さあ、こっちの守りですね。西フォーク、斉藤和美選手、オッケー。いきなりキレと対強打者発動ですね。ミート結構下げることできてんじゃないですか。じゃあもう挨拶代わりのフォーク行きましょうよ。うん。まあ、斉藤和美選手といったら、まあ、ストレートのイメージが強いんですけど、まあ、リアタイもね、そのストレート強くないんで、まあ、散らしてあげる程度、うん、散らし寿司のいくらぐらい、乗っけてあげればいいんじゃないかなと思います。オッケー、脱三振発動。いや、このね、脱三振もね、言いたいことあるんですよ。で、ちっちゃいフォーク。はい、陽気配球。西フォークはね、ちょっと、陽気配球できたら強いですよね。いいんじゃない今んとこ。今んとこ西フォークの良さ出てるよ。はい、いいね、いいね。で、スライダーとか散らしてあげてね。スライダー変化量2なんで、これ結構いやらしいですよね。で、カーブとかね。カーブも変化量4なんで、まあ、使えなくはないかな。純正とかなら使ってあげるのいいんじゃないかなと思います。オッケー、ナイスピッチング。いや、ちょっとサクサク抑えすぎじゃない？いや、ちょっと皆さん思うことありません？斉藤和美選手の能力に関して。特殊能力、脱三振。これね、僕思うんですけど、超脱三振賞に変えてあげてもよかったんじゃないかなと思うんですよね。いや、ちょっと待って。いや、だるいってリタイア。いや、ちょっと待って、ワンローテ、うわ、だるいって。
さあ2試合目のやっていきたいと思います。いや話途中になっちゃったんですけど、いや皆さんも言いたいことわかるでしょ。俺斉藤渡選手が脱三振賞だったら結構使用率上がったと思うんですよね。西ホークの超脱三振賞ってめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。このフォークが変化量マックスになり、このフォークが変化量4になりということで、いやーそしたら面白かったよコナミさん。もう俺に査定やらしてよ。だから俺コナミで働かせてって言ってるじゃん。話題性もね呼ぶことができますし、ソフトバンク純正のローテーションにも絶対入ってくるピッチャーになるんで、超奪三振賞なら配球の幅はめちゃくちゃ広がったんじゃないかなと思いますね。いや3ボールになっちゃったから、これ陽気配球いくわ。陽気配球、はい、ナイス。陽気配球、素晴らしい。西ホークはね、たまに思い切って配球してあげるのも、まあいいんじゃないかなと思います。まあでも西ホークはね、追い込むの難しいんですけどね。まあ超奪三振賞がつくに越したことはないですね。まあ奪三振の存在価値があんまりないんで、もう。オッケー、ファールだよ。マジか。フェアに飛ばされた。さあ、相手ね、4割5分ぐらいあったんで、結構油断してるとやられるかもしんないんで、ちょっと気をつけて配球していきたいですね。さあ、大きい方。取れるよ。オッケーオッケーオッケー。まあ、大体はこの真ん中のライン、落ちるか落ちないか分からないとこからの投げ分けになってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、大体ここですね、大体。うん。スイッ。はい、ナイスボール。裏をかいて、モサにはここら辺の配球してあげたり、っていうのもありなんじゃないかなと思います。本当に低め見たの。入らないかってとこのフォークボール。オッケーオッケー。サード、オッケー、ナイスピッチング。いや、ちょっと西ホークの配球俺上手いかもしんないな。4割5分の方をね、4打数1安打。いいんじゃないですか？今のもう配球参考にしていいっすよ。はい。喉の調子治ってきた。ってことで、堂林選手、パワー83。いや、本当にソフトバンク純正の方はローテーション外してるんですかね？誰かから聞いたんだよな。誰だっけな？ソフトバンクのプロの方に。聞いたんですけど、確かに結構斉藤和美選手で使ってるイメージないですもんね。結構ね、投手4冠なのに、影が薄い選手になってますよね。まあ、投手4冠を取ったということは、最多奪三振のタイトルも取ったということですから、いや、超奪三振賞、つけてあげてもよかったんじゃないですかね。てかもう、つけるべきでしょ。まあ、則本選手についたし、オッケー、大谷選手ナイスバッティング。いや、大谷のホームランかっこいい。これで千賀選手とかについたらちょっとわかんないよ。まあ、正直千賀さんとか則本さんの方が脱三振率は高いかもしんないけど。いやだって、賞ついたらさ、配球無限大じゃない？ 4 種類のフォークを投げれるということで、絶対面白かっただろうな。あと先発の西ホークって結構珍しいですよね。まあ、西ホーク、パッと思いつくとこで言うと、長川選手、大魔神だったり、まあ、全員中継ぎ抑えなんですよ。あと他に誰かいたっけね、ショークって。その3人だけ意外と少ないな。うわ、レフトライナーか。さあ、大強打者発動。いいね。大強打者でしっかり、能力削ることもできるんで。いや、ちょっとこう怖いな。1点。まあ、1点しょうがないですね、もう。まあ、ストレートも挟んであげるか。まあ、150できるということで。まあ、リアタイ的にはね、そんな速くないんですよね。オッケー、ナイスボール。あと、西ホークはやっぱ見極めやすいっちゃ安いんで、2種の中でもね。うわー、さすがにね。見極めやすいんで気をつけた方がいいですね。本当にキヤキヤに投げてあげるのが最低条件だと思うわ。いや、いっちゃうか、2者連続。投げる球がなくなるというか、オッケー、それ振ってくれんだけど、ボール球ヒットね。まあ、投げる球なくなるって表現が一番正しいかな。オッケー、ファール。いや、もうこうなったら陽気配球行くしかないわ。ど真ん中フォーク。こうなると厳しいね。うん。オッケー。いや、結局このね、この配球強いんすよね。いや、僕、陽気はパリピなんだよね、僕。パリピなんでこういう配球が似合いますよと。先発の西ホークのピッチャーって本当にないですよね。まあ、大魔神長川さんも先発適性ないし、まあ、それは結構面白い能力なんじゃない？スイッ。オッケー、振ってくれる。いや、いいね。では真ん中のフォークが効いてるんじゃない？いや、純正ではまあまあ強いと思うんだけど、ソフトバンク純正の皆さんどうですか？オッケー。おー、いいね。三者凡退、三者凡退というか三者連続アウト。いや、4割5分に2点は上出来なんじゃない？確かにそう考えると、基本塁打率は高いですかね。今も2者連続打たれたんで、まあ、救い上げのホームランってのが、起きやすいんでね。うわ、殿崎さん、うまー。ちょっとやっぱ風がね、いや、今多分熱上がったらまだ37度ぐらいあると思うんだよね。あの、ルル飲みました、ルル。はい、ルルです。あー何してんねん。さあ、
ちょっとラスト3試合目やっていきたいと思うんですけど、ちょっと浅尾選手使ってみていいですか。正直もうこっからワンローテ回して疲労回復させるのは厳しいんで、もう深夜3時半なんで、ちょっと浅尾選手久しぶりに使ってみたいと思います。いや、変化量マイナス1かよ。純正来た。純正来たで。安尾選手なんですけども、まあ、結構評価してますね、僕は。斉藤和美選手や有原選手取るよりは、安尾選手取った方がいいんじゃないかなって、まあ、TS さんが個人的に思いますね。OK、取れるよ。いや、ナイスギーター、ナイスプレイ。まあ、浅尾選手の何が強いかと言いますと、フォークとパームの球速が違うところですよね。オッケーオッケーオッケー。全然タイミング合ってないんじゃない？フォーク140キロのパーム134キロなんで、この球速差で打ち取ってあげるのが一番いいんじゃないかな。しかもパームはね、こっち側、カット側に1個ボールがスライドしますので、スライダーも結構曲がるんでね。で、あと球威高くて、まあ結構ね、浅尾選手は可能性感じてるというか、まあ来たら嫌ですね、正直。陽キャパーム行くか、陽キャパーム。今日のキーワード陽キャよ。オッケー。いや、詰まってるけどなぁ。まあこうなったらね、結構スライダーとかでカウント整えてあげるのもいいんじゃないですかね。はい、ナイスボール。オッケー。はい。わかります？このフォークとパームの違い。フォークの方が早いんですよ。オッケー。結構ね、通用すると思うよ、大会で。ワンポイントでね。うわ、惜しい。パーム合ってないように見えるんで。抜けパーム。オッケー。あー、斉藤和美選手、まあ、結論としては強かったですね。うん。話が行ったり来たりしてるけど。オッケー。ということで、まあ今回斉藤和美選手、浅尾選手使っていったんですが、どうでしょうか。うん。まあ皆さんの感想、コメントにお待ちしてます。はい。ありがとうございました。